京成200系電車、京成200系電車、京成200型電車は、京成電鉄及び新京成電鉄に所属した鉄道車両である、青電の一車種である。本校では、後年の造備車である210系、220系、500系、510系、及び新京成電鉄の独自形式についても、記述する。1931年、 昭和6年の青戸駅日暮里駅間開通による車両増備を目的としても、半200から209の重量が、汽車製造で製造された。主電動機として、110kW 級、河川電圧 1500V 時の SE-144 主電動機をはじめ、新造時の河川電圧 1200V 下でも 90kW 級を誇り、当時の関東私鉄車両では珍しく、 高速性能を重視していた。鉄道ピクトリアル1997年1月、臨時増換号では、最高速度時速 120km 相当の性能であったと思われるとの記述がある。本形式の特徴として、この形式以降しばらく採用される度合い値が左右、非対称、厳密には、天対称となる車体、通称、形成タイプの採用がある。 非対象車対採用理由の説として、左右の扉が互いに食い違うことによる。条項の混雑感は運転席側のすぐ後ろが客用。第一扉となることで、駅員も配置駅での収札の便を図ったなどが挙げられる。また、京成発のドアエンジンも正式採用されている。1965年昭和40年1966年昭和41年にかけて。 半構性車体を全金属性車体への世界への工事を伴う更新を実施。直後の1967年には台車のコロ軸受け化と手電動機の SE-144 の更新改造、事実上の申請交換。型番も SE-198 に変更による 130kW への出力、増強工事を実施。さらに1971年、 昭和46年には、4両固定編成下に合わせて、電動発電機が交流式に換装され、中間に組み込まれた車両の運転台やパンタグラフ、撤去、先頭車両から、中間車両への空気圧縮技設なども行われた。このように他の青電の大多数が神経性電鉄に譲渡される中、時代に合わせたアップデートを繰り返した200型は重宝され、 形成では1970年代後半まで在籍した。1978年昭和53年3500形造日に伴い、モハ209を除く給料が新形成電鉄に譲渡される。モハ209は終始形成に在籍していたが、1980年昭和55年に廃車された。なお、 もは209は500系等で蘇生する514、編成に組み込まれていた。また、同社は200系の中で、成田空港駅、初代に、唯一営業運転で入線した車両でもある。新京成電鉄では1990年、平成2年7月29日のさよなら運転と、くぬぎ山車両基地での展示イベントで運用を終了した。 心臓後50年以上にわたって活躍した200型は、持ち前の高速性能を活かして、北総開発鉄道北総線、現在の北総鉄道北総鉄道北総,道北総線及び、住宅、都市整備公団線、現在の北総線のうち千葉ニュータウン鉄道が所有する区間への乗り入れにも有的に充当され、千葉ニュータウン中央駅にも入線実績がある。 1990年、平成2年8月、モハ204を再度形成が引き取り、翌1991年、平成3年5月末に3200系3217、編成の中間に挟んで形因され、くぬぎ山から、北、初富を経由、形成高砂でスイッチバックし、相互車両基地に改装された。 しばらくは新形成塗装のままだったが、1996年、平成8年夏より、復元工事を施行し、青電塗装、更新工事当時にとなった。ただし、貫通扉の種別表示板ステは復元されていない。1997年、平成9年2月より、相互車両入り口付近で保存されている。新形成で最後まで使われた編成、1990年、 廃車、左は、松戸より1932年、昭和7年に200系のゾービー車として210から219が、汽車製造で製造された。仕様は200型とほぼ同一で空気圧縮機の装備が変わった程度である。ただし交渉事長は200型に比べて5トン重くなっている。200系の制御車として製造された車両で、1934年、 昭和九年に五百から五百九、0九百三十五年、昭和十年に五百十から五百十九が日本車両製造で製造された。車体は二百型と全く同じ。このうち、九百四十四年、昭和十九年以降、五百から五百二と五百十から五百十九が伝送された。基本的には二百型と同性能になったが、五百十系の一部には、 小線電車用の MT-7 や MT-30 を主電動機として創価したものもあった。507と512が火災で消失したことから1948年、昭和23年に国鉄モハ六63型に似た前後対象の車体を帝国車両工業で製造し服した。1959年、昭和34年の改め機の際には500から500に、 510.513から519の台車が FS28 に換装され、捻出された台車が 1435mm に改造の上、他社に転用された。1966年、昭和41年、1968年、昭和43年にかけて500から502、510.511、513から519の車体が、 近代的な全金属製車体となった。同時に510系の MT-7 総加車両のほとんどが210系の新性能化更新で年出された SE-144 に交換された。511は新性能化が行われ、212、二改ンされた。代わりに色パンスタイルのまま、全金化された210が511となり、507、512、 と編成を組業省専用車として使われた。503から506.508509は、反抗性のまま神経性二乗とされた。形成に残った更新車は、形成在籍中に固定編成か、電動発電機の交流式交換が行われ、500から502、510.518519は1975年、昭和50年、1978年、 昭和53年に新形成二条とされた。507、511から517は最後まで形成で使用された。形成で1980年、昭和55年まで使われた編成は、一般向けとしては、形成最後の釣り掛け駆動の営業者でもあった、左は形成上の押し上げより、第二次世界大戦終了後、形成における、 最初の心臓車として、1946年、昭和21年にもハ220から224の5両が帝国車両工業で製造された。運転室へ直接入れるように乗務員ドアを形成で初採用した。戦後の物資不足の最中に製作され、戦前性ほど頑丈ではなかったため、1960年代に入ると車体の痛みが激しくなった。 1964年、昭和39年に更新を受け、600系統の更新車両に類似した車体に換装された。1967年、昭和42年から1968年、昭和43年に全車が新形成電鉄に譲渡された。506.509は更新されず廃車。200.500型は主力として使われる車両であり、 電動車が過剰であることと、予備部品確保の必要から203と505の、電装が解除され、蒸気のように改版された。1970年、昭和45年2月に神経生発の自社、発注車として、東急車両製造デモ波251.252、左波551.552が製造された。台車、モーター、 制御装置は210系の新製農家で年出されたもの200型とじが使われたが、電動発電機は交流型が使われ、従来の車両と一線を画した。客用扉幅も 1100mm1200mm に拡幅され、扉窓には小窓が初採用された。ただし、この後の1971年、昭和46年以降に登場した神経制発の 新生能電車である800型や、大英車両の車体更新車である1100系、左派111 11から1116、後日の250系、更新車と比べ、小窓の天地寸法は、より小さい。末期は200型と8両編成を組み1990年、平成2年まで使われた、編成は下記。左が、松戸より。この際、251は、 パンタグラフが撤去された。1972年、昭和47年には、大英車両にて、1500型を蒸気同様の車体に、更新し、蒸気の続版としたが、中間電動車も、波253.254と制御尺波553.554となっている。詳細は1500系の項目を参照。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。